皆さんのバレンタインの嬉しかった思い出とか苦い思い出聞きたいです。ロケマス君一番気になる。俺はまあ一番の思い出はあれですね、幼稚園の時にめちゃくちゃモテてたんですよ俺、うん、もうガチガチのモテ期来てて、うん、なんか桃組、梅組みたいなのあるじゃないですか、うん、で俺梅組が一番その年長さんで、バレンタインの日に親も一緒に来てたんですよその日、うん、俺の親父がもう両手でチョコ持てないぐらい持ってて、でなんかその俺のことが好きだった女の子がケーキを作ってたんですよ、ワンホール。それでなんかそのそれを見た女の子が負けたと思ってめっちゃ号泣してたっていう思い出が残ってます。もう張り合ってたの、取り合いだろケマさん。それ幼稚園。はい。でも小学校からそれ消えましたね。もう高校もゼロってこと？小中高。中学はでも結構もらってましたね。何個ぐらい？どんぐらい？6個とかじゃないですか。それ本命も含めて？本命何個？ああ本命2個とかじゃないですか。やばいなお前。俺の青春に1個分けろよ。いやでも幼稚園の時は多分あの本命30とかでしたね。本命30いやガチでやばかった。総取りやん。ガチでやばかった本当に。いやモテてたんだ幼稚園の時は。マジ自慢できるほどモテてましたね。そっからモテて終わりましたけど。